どうも、こんにちは。ゆまドゥティフォーです。今回の北斗プロレス参戦にあたっての札幌に対しての規定1週間密着ドキュメントをこれから放送しますので、皆さん、こうご期待ください。ベアさん、今日はタッグ組んでありがとうございました。ありがとうございました。まあ、負けたんですけども、ちょっと、はい、でも、これからも、もしあったらよろしくお願いします。よろしくお願いします。ところでなんですけど、はい、ダークエスベアさんは、稲田マンっての知ってますか？稲田マン？いや、知らないですね。ああ、知らないです。なんか、川崎の稲田堤ってとこでいたヒーローなんですけど、はい、ちょっと行方不明になっちゃって、ああそうですか。なんかどう風の噂でなんかもしかしたら北海道にいるかもしれないみたいな、よ言ったんですけど、いや知らないです。知らないですか？はい、全然知り合いでもないです。いや全く知らないです。本当にでないですか？はい、もう全然知らない。稲田マンでもないです。いやいや知らないです。知らないです。ベアさんが稲田マン、もう知らないです。本当にそんな不機嫌、ちょっとベアさんやめて。おはようございます。9月7日月曜日、札幌は曇り時々晴れといったところでしょうか。今日は北斗プロレス恵庭大会です。ただ、中川さんを取ったわけではないんで、お、怖い。大会終了しました。バトルロイヤルで優勝することができました。やった、イエー。さて今回のユーマ24北海道、ツアー密着ドキュメント、いかがでしょう、いかがでしたでしょうか。またね、来年最悪試合がなくてもね、また北海道に帰ってきますので、その時は皆さんどうこうご期待ください。では、私はこれから東京に帰りたいと思います。以上、札幌からユーマ24でした。アディオス。